渋谷ジャック第1弾。平野紫業の広告が街を揺さぶる。こちらは3月11日、月曜日までの掲出予定です。渋谷の喧騒と洗濯の中、ある写真が街を彩り、人々の心に響いています。それは、平野紫耀さんの広告が渋谷ツタヤスクランブル交差点で展示され、多くのファンと街の住人たちに楽しい興奮をもたらしています。3月11日、月曜日までの掲出予定となっており、 渋谷ジャック第一弾としてその存在感を放っています。なお人が密集して通行の妨げになりますと形出中止になることがあります。特に週末に行かれる方は周辺の方へのご配慮をお願いいたします。平野さんの広告が渋谷のスクランブル交差点に登場した初日、その存在感は圧倒的でした。写真からは彼の柔軟性と強さが伝わり、多くの人が、みんなを生きるな。 というメッセージを受け取っていることが感じられました。これは単なる広告スペースの選挙ではなく、街全体にポジティブな影響を与えているのです。この広告は、ただの写真ではなく、渋谷の多様性や豊かさを称賛し、人々が直面する選択の中で自分を生きる力強いメッセージを伝えています。みんなを生きるな自分を生きよう、のキャッチフレーズが街に新たなエネルギーをもたらし、 平野紫シさんの素晴らしい笑顔が街全体を明るく照らしています。広告を通じて、渋谷は単なる場所ではなく、人々の選択や挑戦、そして希望に満ちた場所として描かれています。これは単なる広告の再現ではなく、コミュニティの視点を取り入れ、イベントが与える社会的営業に焦点を当てています。多くのコメントが寄せられ、平野紫シさんの広告が渋谷の街に新たな息吹をもたらしていることが伺えます。 コメントには、平野さんの笑顔が渋谷交差点を彩り、街を楽しみにする力があるとの感想が多く寄せられています。一方で、この広告は街の中で密集が予想されるため、通行の妨げとなる可能性があることが指摘されています。週末には特に注意が必要で、周辺の方への配慮が求められています。これは、 なる広告の美しさだけでなく、イベントがコミュニティ全体に及ぼす影響を考慮したコメントとなっています。平野さんの広告は、街を彩り、人々に希望と力を与えるだけでなく、個々の人生においてもターニングポイントとなる瞬間を提供しています。多様性を称賛し、自分を生きる姿勢を奨励するメッセージは、多くの人にとって心に響くものとなっているようです。この新しい広告は、 渋谷の街をただ彩るだけでなく、コミュニティの一員として人々と繋がり、個々の選択や挑戦に対して励ましの手を差し伸べています。平野潮さんの広告が単なる写真の展示以上に渋谷のコミュニティに深い影響を与えていることは言うまでもありません。このイベントが単なる写真展示を超えて、コミュニティに与える影響を考えると、その可能性は広がります。 渋谷は選択の多様性で知られ、そこで生まれる悩みや喜びが日常の一部となっています。平野さんのメッセージは、そんな人々の背中をそっと押すものであり、これからもっと多くの人に届くことでしょう。最後に、平野耀さんの影響力を最大限に引き出し、ファンや街の人々に感動と希望を与えるこのイベント。彼の笑顔が渋谷の街を照らし、みんなに前向きな気持ちを届けています。これからも、 渋谷型妖精と豊かさを謳歌する場で、平野さんのメッセージが心に残り続けることでしょう。